フロントウィング。グリザイア、ファントムトリガー、始めころね。
これが今朝私が見た夢である。されてますか？ごめんなさい、新聞は読まないんです。そう、おっしゃらずに。今ならいろいろとサービスしますよ。3ヶ月だけでもいいんで、とりあえずここ開けてもらえませんか？すみません、諦めてください。また来ます。もう来ないでください。溢れ出してく言葉が世界のすべて変えてく。どんな時も怖くはない、君がいるから。今日は帰りに何か買っていくものがあったはず。まずは炭酸電池。それと、
神経質になりすぎなのかな。この野郎ぶっ殺してやる。どうしたんです？朝から随分と物騒ですね。てめえこの野郎！だから避けてんじゃねえよ。原因は何です？喧嘩に至った原因は？当たり前です。ハンドラーから喧嘩を売るなんて言語道断です。ちげえだろ。お前が挨拶したのは私じゃねえ、私の胸だろ。おめえは露骨すぎんだよ。もうちょっとこっそり見るとかチラチラ見るとかそれなりの見方ってのがあんだろが、堂々と凝視した上に挨拶してんじゃねえぞ。避けんな！くそ、つか、なんで当たんねえんだよ。くな！どういう動体視力してんだよ。どこを見りゃいいんだ。拳か。それ前にホローの教官にも言われたけど、よくわかんねえよ。狙ってねえ。なんかこう肌がざわついた方に向けて適当に打ってる。なんだよ、あーって。よし、来い！なんで？お前、女の顔面思いっきり殴りやがって。避けたよ、避けたら避けた方向に拳が飛んできたぞ。次こそは避ける。おい、マジか。あいてぇ、汚ねぞお前。じゃあぶっ殺す！
オラ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 。チカチカして頭がぐるぐる回ってる。立てねえ。悪いな。おりゃ！なるほど、こうやんだな。この技はもう覚えたぜ。もう何やってるんですか二人とも。そうそう、こんなもんじゃれ合ってるだけだって。大げさなんだよ。なんというか、アットホームで生傷の絶えない職場ですね。いや、笑顔の絶えない職場ですみたいな言い方すんなよ。として忙しいのは分かりますが、葵くんはいつもそうですね。一度ちゃんと叱ったら？私なんかが叱ったところで効果なんてあるんでしょうか。叱るのが目的じゃないでしょ。叱った時どんな言い訳をしたかで、相手が叱る価値のある人間かどうか見極めるためよ。なるほど。ハルトみたいな男はね、ちゃんと叱ってくれる人間がいないと、自分に都合のいいことばかりを正しいと判断して、他人の意見に耳を貸さない人間になるのよ。そうでしょうか。